こんにちは。今日はこの木のリンリントラックで遊びたいと思います。この木のリンリントラックは中にこのように鉄筋が入っているので、こうやって進んだりすると中の鉄筋が鳴る仕組みになっています。ですが、なかなか簡単には鳴らないようになっているので、赤ちゃんがどうやったらこの音が鳴るのかなっていうのを研究できるようになっています。このようにして遊びます。そしてこちらには荷台もついているのでマジックテープで留められるようになっています。なので赤ちゃんがこういったしまじろうみたいなおもちゃを運べる楽しみも覚えられます。こんな感じです。そしてこのおもちゃは木でできているので、木のぬくもりや温かさを感じられる安全なおもちゃになっています。